追いかけていた。だけどいつの間にか逃げていた。おい待って。ねえねえ、明日のデートどっちの服がいいかな。どっちでもいいよ。ああ、愛ちゃん。私は大丈夫です。さっきの人はお母さんの婚約者。智子は幸せ者だね。そのものの持ち主だ。遺品だけどね。遺品。どうして遺品なんですか。見てみたらいい。さあ行くか。よかった、こんなに素敵に撮ってもらえて。今日は撮ってもらえて本当によかったよ。ありがとう。喜んでもらえてよかったです。そうか、お前何にも分かってない。あの人はね、遺品を撮ってるわけじゃないんだよ。愛ちゃんは悲しいことや辛いことから逃げる。お母さんこっち向いて。はい、何が映った。